ことからキツネザルとついたと言われています。このキツネザルという仲間たちは全てマダガスカル島アフリカ大陸そこにある小さな島だけに生息しているちょっと珍しいタイプですね。一生懸命に食べてサルの仲間らも一生懸命に手伝ってたんですけどね。このね鼻先が尖っているところをね見るとちょっとサルっぽくないと思われるかもしれませんが、これは実はね島だけに生息しているからというね顔つきになります。この顔は私たちの先祖の顔ですね。まだまだちょっと難しく原始的なサルの仲間になります。どんどん進化が進んでいきますと私たちのようにねもう鼻ぺちゃんこになります。使わなくなっていてどんどん退化していきます。目がよく、ね、使うようになっていくんですが、彼らはまだまだ鼻を使って生活しています。一生懸命、ね、食べてますけれども、